はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、エトリアに住む幼馴染さんたちの依頼で、迷宮攻略をしていきます。え、オーナーもインタビュー受けるんですか？え、ダメなの？だって、もう原稿を、大エトリア出版に入稿しちゃいましたよ。なんてこった。私もザラたちとの思い出を語ろうと思ったのに。語るほどの思い出もないでしょう。依頼を受けて、お仕事としてお手伝いしているだけですから。そんなことないぞ。私なりの熱い思いというものもある。それじゃあ、そのあたりをお話しください。月刊冒険クラブには掲載されませんが。おうよ。まず、今回、RPG という仕事をするにあたって、ある程度は物語にのっとった設定で進行しようと思ったんだが、我が社の特徴との兼ね合いがちょっと難しかったかな。ああ、そういう反省会ですか。男性の戦闘とか、何度も見せられたって面白くないですよね。というわけで、戦闘は基本的にはちゃっちゃと終わらせ、ストーリー進行を中心にお送りするのがきちっと判断した。もう7話目ですけどね。まあ今回の仕事に限らず、世界観に馴染ませようと頑張る。これでいいのかわからなくなる。なんか語り出す。最終回を迎える。という推移をしているから、今回もそうなるんじゃね？以上、オーナーでした。どうも。お、なぜにワイバーンさん。ぼちぼちいけんじゃね？と思ってさ、ザラ隊長に提案してみた。反応はどうでした？全員一致で、いけるとなったな。いいですね。以前は、手も足も出ませんでしたが、成長したところを見せてやってください。全力で行くぜー。1ターンあたりの削り具合が、以前とは段違いですね。武器もステータスもスキルも成長してるからな。もはや、ワイバーンごときに負ける我々ではない。はい、終了。危なげなく倒すことができました。一つ、宿題をクリアした気分ですね。だな。心置きなく、最下層を目指そうじゃないか。ここからが、前回の続きです。ここの森は枯れてるんですね。地面も乾いていて、不毛な印象を受けるな。よく燃えそう。この地下迷宮で火事が起こったら、どうなっちゃうんでしょうか？上の階層には川があったから、そんなに燃え広がることはないんじゃないかな。じゃあ一丁試してみましょうよ。しつけダメ絶対。焼き払っちゃった方が、階段探すのもはかどりますよ。そりゃそうだが、他の冒険者がいたら、一緒にローストしちゃうじゃん。そういう危険思想はいけません。チェ。バリーさんより、ここに何かあるとのこと。石板をはめられそうだな。執政院に渡したやつを返してもらうか。一度戻りましょう。チッス、石板返しておくれ。値打ち物かどうかわかりました？そういう観点では鑑定していない。実は、私に教えたくないだけでしょう。何その被害妄想。何かわかったことがあるそうだ。あの目つき悪い人さんは、森人というそうです。槍使いのお姉さんが出てくるんでしょうか。さてな。オーナーの反応が鈍い。いつもは、実写版がどうのと余計なこと喋りまくるくせに、私だって、見ていないものぐらいあるさ。ともあれ、偉いおっちゃんは、私たちに、森人と戦ってほしいらしい。なんか気が進みませんけど、ザラさんどうします？引き受けた。もうちょっと考えません。なになに？私たちが受けなければ、どうせ誰かが受け負うことになるっす。森人がどういう人たちか、私たちで見てみましょうよ。だって、納得しました。そういうことであれば、さらに潜っていきましょう。さっきの場所に戻ってきました。石板をはめてみようぜ。お、下に行く階段発見。進みましょう。17階でございます。見た目は変わらんな。火ですよ。ダメだっつの。おっと。目つき悪い人さん、こんにちは。ペットの栄は倒してしまった。可愛がってたとしたらすまんな。協定がどうのとお話しされています。何のこと？何やら呆れられています。オーナーってば。え、私なの？エトリアの住人との協定っぽいぞ。ふむふむ、森人さんたちは、この迷宮の住人で、
外部から来た、人との領土争いが勃発。両者の被害が大きくなったから、不可侵条約を結んだってことだな。今の状況は、我々が侵略しているってことですか？そうなる。とてもよろしくないが、相手の言い分だけを信じるわけにもいかんな。進もうぜ、ザラ隊長。死体の階段発見。18階でございます。広い空間ですね。ああ、これだけ広いのは、この迷宮で初めてだ。バリーさんが、全方位から殺意を感じるとのこと。森人たちかな？ここは無理せずに、一旦戻るそうだ。了解です。どうも、目つき悪い人さんの報告に来ましたよ。協定がどうのと言ってたぜ。古い文献とかに残ってないのかな？森人さんたちは、どうやって伝えてるんでしょうね。口伝。実は繊細だとか？おっちゃん。相変わらずダンディですね。でも協定については知らないっぽいです。お、認める気はないようだ。迷宮の存在あってのこの街ですからね。既得権益最高ですよ。我が社も一枚噛ませてほしい。ザラたちに睨まれてるから。結局どういうことになったんです？この町の政治家は森人との戦争を決め、我々はその先鋒として送り込まれることになった。戦争の遂行は契約に入ってませんね。まあちょっと様子見しようぜ。では進んでいこう。パイセンたちじゃないか。こんなところでお会いするとは奇遇ですね。なんとなく、待ち構えられていた風ですけど。そういえば、なんであのおっちゃんは、この二人に森人退治を命じなかったんだ？私たちの方が、使い捨てしやすいんじゃないでしょうか。それはそうか。憤るな、エリーよ。政治家の思惑はさておき、我々に使い捨てられる義理はないさ。ですね。なんなら、クーデターを起こして、以後のお仕事は、迷宮運営としてもよしです。地下20階でございます。だいぶ飛ばした気がするが、ほぼ迷路時だったな。道なき道を探し回って、ようやくたどり着きました。目つき悪い人さん、こんにちは。言っとくけど、そっちが襲いかかってきたから、仕方なく応戦したんだからな。私たち、というか、ザラさんたちは話し合いをしたいのですよ。人の中には貴様らの死を願う者がいる。なんか物騒なこと言ってる。オーナーってば、また誰かの恨みを買って、落ちてた100円を交番に届けなかったことかな。極悪人ですね。また姿を消した。なるほど。この紫の点をすべて倒せと。多いですねー。でもやるしかありません。だな。全滅させたったぜ。ラスト、ボスさん、行ってみましょう。これまたかっこいいですね。わしの仲間だな。もしもし、わしじゃよわし。わしわし詐欺。タカではないんですか？わしとタカは、大きさで区別してるだけだから、明確な違いはないんだよ。あ、そうなんですね。先日、近所のファミリーレストランに行きましてね。ほう？最近は注文がタッチパネルなんですよ。知ってました？知ってる。で？パンケーキの美味しそうな画像が表示されていましてね。注文してみたんですが、提供されたのは、想像よりも小さいものでした。あのパンケーキは、わしですか？それともタカ？おう、何聞かれてるのかわからない。モーキンちゃんって、タカ、わし以外にいましたっけ？フクロウとコンドルの仲間もそうだな。モズも昔はモーキン類に含まれていたけど、スズメの仲間だから、今はモーキンとは呼ばない。なるほど。では、パンケーキとも呼べない大きさだったので、あれはモズです。あ、決着つきそう。ふう、お疲れ、みんな。お疲れ様でした。なかなか強敵でしたね。ほぼ早送ったけどな。
こんにちは、目つき悪い人さん。何やら寂しそうな雰囲気ですね。そりゃまあ、結局、モリビトは殺戮されて、守護神まで倒されたんだから、亡国もいいところだ。なんか選択肢がなかったんですよね。ザラさんたちも話し合おうと思って迷宮に潜ってたんですけど、たどり着いたら、モリビトさんたちが壊滅しているという状況。なんかすまん。死体の階段。ついに迷宮最深部だな。降りる前に、町に戻って執政院に報告しようぜ。この下にどこでもドアがあるのでは？みんなが、一度町に戻らねば、という脅迫観念に囚われててさ。この迷宮にはそういう作用があるのかもしれない。ここに来て適当な設定ぶち込まないでください。キス。成り行きで、森人さんたちを殲滅してきました。なんかください。この人も、微妙な感じですね。やりたくてやったわけじゃないんだろうな。おや、この先は誰も到達したことがないらしいですよ。そうか、ザラたちは、晴れて、この町一番の冒険者になったわけだ。森人さん殲滅という、悪名を背負うことになりましたけどね。そして、幼おじ様が行方不明だそうです。徘徊かな？認知症が疑われる場合は病院へ。介護の相談は、市区町村の、地域包括支援センターへ行こう。そういうんじゃなさそうです。迷宮探索のついででいいから、発見したら戻るように伝えてね、とのこと。そんな軽さでいいんだ。では、次回は迷宮最深部へ突入ということで、今回はおしまいにしよう。引き続き、我が社をよろしくお願いしますね。ご視聴、ありがとうございました。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。